こんにちは、すももです。今日はまたまた昨日ご紹介したチーズケーキを冷凍したやつにラ・フランスのジャムをかけまして食べたいと思います。生クリームも冷凍してましたので食べます。あ、本当にアイスのような食感、サクサク、アイスにアイス凍らしても美味しいって言ってたので食べます。うん、美味しい。すごい、ラ・フランスのジャムも美味しい。生クリームも食べます。よいしょ。なんかもう最近話の YouTube で話せるような面白いネタがあんまり思いつかないというか整理できてないです。生クリーム添えです。なんかお題を決めて話したらなんかそれについて話すみたいな。でもなんだ、思いつきません。じゃんじゃじゃん。なんか、仕事の関係の話を結構したいけど、やっぱり守秘義務とか、やっぱりこのもしも YouTube を仮にもしかしたら見るかもしれないじゃないですか。なので下手に仕事のことも言えないし、今までの仕事のこともちょっと言ってたこともあるんですけど、やっぱり名誉毀損とか言われたら困るので、なんだろう、よいしょ、何の話が、皆さんは何か私に聞きたいとかお題とか与えてくれたらそれについても話したいと思います。結局視聴者さんに丸投げしてしまった。これアイスで結構美味しいです。うん、あ、そうだ、一個 YouTube を撮るために、撮るためってわけでもないんですけど、なんか大阪の天禄になんか猫ちゃんのいるホテルがあるらしくって、なんかちゃんと詳しく見てないんですけど、そこの猫ちゃん2匹いてて、
なんか一匹は結構活動的なにゃんこで、お客さんの部屋に来るとか書いてあって、めっちゃ泊まりたいと思って、まあ今やっぱり緊急事態が出てるので大阪にちょっと行くのは控えてはいるんですけど、緊急事態宣言が終わったら天禄のそのホテルに泊まりたいなと思ってます。でその天禄に私が前、この前話題にした職業訓練の学校もあって、先生とかに久しぶりに会いたいなって思っています。職業訓練は私2回行ったことあるんですけど、なんか1回目の職業訓練は結構すごい問題児ばっかりの、なんだろう、もう本当に就職が無理やなって人たちの集まるような学校だったんですけど、2回目のその天禄の学校は割とみんな結構仕事を探すぞっていう人ばっかりやった。食料訓練ってすごい美味しいんですよね。その通ってる間は雇用保険が確立でされてますの で、今までだったら結構ハローワークに認定日とか行かなきゃいけなかったんですけど、その最近私が行き出した頃からその認定日が免除というか、学校に行くことでその免除というか、学校を出席することで認定日が確立できてるというやつが、ほんまハローワークの認定日ってみんなも経験したことあるかわかんないんですけど、めっちゃ並んでるし、めっちゃ待つし、大変じゃないですか。就職活動どんくらいしたとか、やっぱ就職活動してる前提で雇用保険っていただけるので、でそういうのがまあ学校に行ってるっていうのが就職活動みたいな。で3ヶ月行ったうちの1回ぐらいしかハローワークに行けっていう日がなかった。すごい快適でした。なんか今部屋の掃除してて、職業訓練の時のプリントが出てきてすごい懐かしいです。一応就活の支援してくれてる先生は Facebook では一応つながってはいるんですけど、他の生徒さん、同級生の人にはとはあんま仲良く、仲悪くもしてなかったけど、あんま仲良くワイワイしたりはしてなかったから、最後になんか言っとけばよかったなってちょっと今思いました。なんか学校に行ってる人ですごいいい人やって、でその人男性のまあ結構中年の方なんですけど、
学校の用務員をされてたらしいんですけど、結構なんかその仕事がやっぱできる人だったので、あの仕事を任されすぎてなんかオーバーワークで、でなんか病気になられて辞めたみたいなんですけど、なんかもう手が震えて しまうみたいな、なんかそれ PTSD って言うんですかね。で今度はもう派遣でもいいから、その毎日フルタイムじゃなくて週4とかで緩く働きたいっておっしゃってました。その方今どうされてんのかなって、もし私の YouTube が有名になって、その人以外の同級生の人も見てくれたら嬉しいなと思ってます。なのでチャンネル登録者が増えて有名になってほしいなって、いい意味で有名になりたいなって思ってます。うん、美味しかったら、フランスのジャムもすごい、クリームそのチーズケーキにすごい合って、で冷凍してた生クリームもいい感じに溶けて、まあアイスみたいなチーズケーキすごい美味しかったです。まあもし皆さんもチーズケーキ作る機会があって固まらなかった時は冷凍してみるのもおすすめです。で、お母さんにも食べてもらったんですけど、混ぜが足りひんから固まらなかったって言われて、なるほどって思いました。なんか、私的には結構混ぜたつもりだったんですけど、その、動画の見てたやつと比べたら、やっぱりダマが多かったなって思います。まあ、失敗は成功のもとだと思って、次はもっと美味しいチーズケーキを、スイーツを作りたいと思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。バイバイ。